大和雪原にて皇居を溶拝する白瀬隊、白瀬南極遠征隊の旗大和雪原は、南極探検家、白瀬信が命名した南極の地域名。白瀬は1912年1月、海南丸にてロスタナ氷に接近、クジラ湾近くの小さな湾に停泊しそこから氷崖に登って本拠地を建設した。1月20日、 突進隊員4名と共に南極点を目指し出発したが、それは果たせず1月28日に到達した南位80度05分00秒整形156度37分00秒、南位80.08333度整形156.61667度、マイナス80.08333マイナス156.61667が、最も南の地点であった。 白瀬はその地点に日照記を形容した。そこから見渡す限りの一帯を山和雪原と命名し、日本領とすることを宣言した。まず天幕の傍らに穴を掘り、携えこれる、方名簿を入れし、銅製の箱を埋め。その傍らに一軒ばかりの竹竿を建て、その上に、かねて用意の大国旗をこぼしえし、さららに、これに隣りつて、 赤ペンキを塗りつたる三角形ブリキ製の回転機を立て、その塔の旗の下に突進隊員全部整列した。この時、白瀬隊長は、国旗の元におごっそかに、一般道場者書士に感謝する、胸の敷地を述べ、謹んで陛下の万歳を参照し捧ぐつった。一行はこれにはして続いて、万歳を参照したが、それが終わると、隊長は、 この露影地を中心として、目の届く限り、病房際なき大雪原に、大和雪原と命名した。時まさに、午後0時20分であった。南極探検公演会編、南極機なお、白瀬南極遠征隊による探検後、直ちに日本の後続の探検隊が送られることも、なかったために、大和雪原の範囲は明確化されていない。また、現在では、山戸雪原は、 陸上ではなく、ルーズベルト島南方のロスタナ氷上にあることが判明している。シラセは南極大陸に上陸したのにもかかわらず、一辺の岩石も持ち帰ることができなかったことを悔やんだという。シラセは第二次世界大戦後、1946年にも南極における日本の領有権確認の書簡を出したりしているが、結局のところ、 1951年署名のサンフランシスコ平和条約第2条において日本国政府は南極地域の領有権を放棄しており日本領の宣言は無効となっている日本国内において使われていた地名であったが2012年6月改めて日本の国立極地研究所南極地名委員会は白瀬信のの南極探検100周年を記念して 大和節限の地名を正式に付与することとした。この決定は南極地域観測統合推進本部によって承認され、南極本部から国内関係機関へ、国立極地研究所から南極研究科学委員会を通じて各国の南極関係機関へ、それぞれ通知された。区分としては、キャンプ地の故障とされ、位置は、 南位八十度零五分零零秒、整形五十六度三十七分零零秒、南位十点零八三三三度整形十六点六一六六七度、マイナス八十点零八三三三マイナス百五十六点六一六六七とされている。アメリカ地質調査所の地名情報システムにはヤマト、雪原キャンプ、サイトとして登録されている。ヤマト節限については、 大和雪原と読まれることもあるが、知らせ隊の公式記録である南極紀では大和雪原とされており、2012年に国立局地研究所南極地名委員会を呼び南極地域観測統合推進本部によって正式な地名として採用された際にも大和雪原の読みが採用されている。ありがとうございます。